皆さんこんにちは、霊夢です。早速全自動やっていくぜ。まずはバネに弾かれて、青と黒リフトに乗ったら、画面の上を飛び越して、またバネに弾かれてからの、音符やちくわの上を跳ねて、バネと音符でバインバインしたら、コンベアで運ばれてからの、ゴール。前回は、わーとか、ギャーばっかりだったので今回は実況頑張ってみましたが、いかがだったでしょうか。この間のポケモン全自動もすごいと思ったけど、この方の作る全自動すごいよな。そうだね、次の全自動コースも、今からとっても楽しみだよ。では、いいねして次のコースに行きます。初心者卒業じゃ、終われない?私はすでに超上級者だけどね。スピランのコースって、最初に横バインを置いてダッシュさせるのは定番なのかな?そういえば、ほとんどのスピランコースに置いてあるよね。あ、ここは大砲を踏んでいかないと登れないのか。そのまま勢いでいけるのかと思っちゃったよ。まず無理だろうが、このまま進めたとしても今のでタイムオーバーだろうな。こういう横バインで弾かれていくの、なんだか気持ちよくて私は好きです。三段ジャンプ、目印があってわかりやすいな。あ、パウ叩けなかった。やっぱり一発は無理か。ぴょん。ぴょん。ぴよよよよーん、昨日も、それ言ってなかったか?なんだか、ハマっちゃいました。さて、いきなりですがこのチャンネルでは、視聴者様のコースを募集しております。YouTube のコメント欄に記入していただけたら、とても嬉しいです。ご覧のような下手くそなプレイ並びに、下手くそな編集ではありますが、精一杯楽しませていただきます。皆様の自信作を、ぜひ送ってください。よろしくお願いいたします。さて、さっきまで何回かやられたところまで、戻ってきたね。今回は、ミスをしないように、落ち着いてブラックパックンを倒していこうな。お次は、バネや石の隙間に落ちてタイムロスをしないように進んでいけばいいのかな。こういうのって、一旦ハマっちゃうと案外抜け出せないもんなんだよな。扉の先に来たけど、ここも似たような感じかな?ネットでドッスンをブロックしたり、パックンでピースイッチを押してもらったり、遊び心のある仕掛けなんだぜ。そして私の輝きにふさわしいスターを取って走り出します。なんだ、すぐゴールだったな。私の輝きはこれからもどんどん光を増し続けながら、走り続けます。いや、お前が何を言ってるのか、意味不明なんだぜ。では、いいねして次に行きます。初心者卒業できたかな?マッシュルーム、アドベンチャー。制限時間は70秒。マリオワールドのコースだな。スピランって書いてあったけど、キノコがあるなんて珍しいね。あまり自信はないんだが、確か海外ではマッシュルームって今取ったキノコのことなんじゃなかったっけか。上からも、下からもいけそうだけど、こういう作りなのも珍しいね。日本人の作るスピランとはやっぱり違うよな。うん。日本人だとマリオ U のコースで、三段ジャンプや壁キックをたくさん使うのが多いからね。どっちがいいとか悪いとかではなく、こういうのも文化の違いのせいなのかもな。世界中の文化を見たいと、バックパッカーになって世界一周をしてみたいと思っていた時期がウプ主にあったみたいだよ。昔は世界一周でも150万円くらいあればいけたみたいなんだぜ。今は物価も上がってるし、何よりテロで行くのが怖い地域が多いから、バックパッカーが旅行するのは大変かもね。沢木幸太郎の深夜特急を呼んで、少し行きたい気分を高めていかないとな。深夜特急、YouTube で大沢隆夫が主演したテレビドラマも見れるので、ぜひ見てみてください。そして、またもや全く実況ができず申し訳ありませんでした。視聴者様にいただいたコースではこんなことはしませんので、ご安心ください。それでは、またお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。